こちらにあるのはサーミスタと言われている半導体です。このようなデジタル体温計の先端の部分、検温の部分に使われている半導体なんです。で、このサーミスタの電気抵抗値がどのように変わるかを見ています。こちらにサーミスタとそれを測るテスターがあります。今は2.5キロオームを指しています。2.6ですね。キロオームを指しています。まずお湯に、 3ミスターをつけます。そうするとどうでしょうか。どん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 下がっています。今1.0キロオームぐらいになりましたね。ずいぶん変わりました。次に今度は氷水につけています。氷水につけると今度どうなるでしょうか。今度はどん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 抵抗上がっています。今5.4、5、5.6キロオームというようにどん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 温度を下げると抵抗が上がっていくとまあいうような結果になりました。